ドラゴンボールレジェンズ攻略室。はい、皆さんこんにちは。ブルージャン編集部のビクトリー内田です。レジェンズオールスターの情報を聞きにここバンダイナムコエンターテインメントに来てみました。今回ね、私と一緒に、オールスターの紹介していただくのはこちらの方です。どうも、ドラゴンボールレジェンズのプロデューサーのトシです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあトシさん、早速ですが、今回ね、実装されているヤムチャとランチの、紹介をお願いします。はい、もう本当先週、はい、登場したばっかりのキャラクターということ で、ね、はい、レジェンズオールスターのガシャ開催しまして、はい、そこでランチとヤムチャ、そして EX の亀仙人が登場しました。はい、今日はスパーキングのキャラクターちょっと2人をピックアップしようかなと思っています。はい、1人目は、はい、ランチですね。そもそもキャラクターとしてはユニークですよね。くしゃみをしたらちょっと性格が劇的に変わって、はい、なんて言うんでしょうね、戦闘っていう面においても結構躊躇なく銃を取り出したりっていうキャラクターで、射撃タイプです。うん、ですので基本的に一番ダメージが出るのは射撃を中心となっています。はいはい、サポートとして、はい、自分の性能を発揮するための能力をいろいろと備えてるんですね。ユニークアビリティを見ていきますと、はい、うん、まず場に出た時、はい、射撃アーツカードをもう真っ先にドローしますね。先ほどお伝えした射撃タイプっていうところにおいて、やっぱり弾が補充されていくような、いや、でも有利な、ね、環境できるのがいいですよね。はい、でさらに特殊アーツカードを、バニシングステップで回避した後に引けるんですよ。え、仮に最後の1人だった時、はい、避けた後確実に手元に特殊アーツカード揃うんで、うん、また使って避けれるっていう、よくできた効果だな、これ。いやらしいですね。すごいな。でさらに一番いやらしいのが、はい、バニシングステップで回避した後、うん、自分のアーツカードドロー速度が2段階アップします。2段階です。ゲーム内の最大速度。2段階。通常カード速度、カードドロー速度、はい、1段階ずつ上がっていくんですけど、はい、このキャラに限って2段階アップします。避けた後手札ボン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 溜まっていくと思います。すごい。もちろんさすがにこれ早すぎるんで5カウントしか上がらないんですけれども、うん、はい、いや、弾を補充するには十分な時間ですね。サポート能力はありつつも最終的には火力を一番意外と出せるっていう。そうですよね。はい。でもちろんユニークアビリティ各キャラクター2つあるんですけど、2つ目が射撃アーツを使用するたびに射撃ダメージが上がっていくんですよ。はいはいはい、打てば打つほど強くなるという、うん、でさらに自分のアーツがヒットするときに敵が発動する非ダメージカット、いわゆる、はい、交代をするときだったり、はい、専用の能力を発動したりすると、うん、結構硬いキャラクターってやっぱりダメージカットする能力を持ってたりするんですよね。 そうですね。それをマイナスしていくんですよ。で自分が場に出ているとき、うん、敵が後退するとですね、はい、敵が、逃げたり後退したりすると、はい、敵の待機カウントが2伸びるんですよ。これちょっと確かにたまになんか焦って間違えて、はい、なんか属性合ってないときとかあるじゃないですか。いやらしいこと、はい、そういうときにミスったっていうのが結構ちゃんと効くわけですね。はい、では、うん、次がヤムチャです。ヤムチャついにガシャキャラクターとしての初スパーキング、はい、厳密に言うとタイタンズヤムチャもいるんですけれども、はい、2体目なんだ。ヤムチャこのような形でちょっと普段と違うアイコンのついた打撃アーツカードを持ってますね。クリティカル発生率がアップするアーツカードになっています。はい、使うとクリティカル発生率が 30% 2カウントの間アップされる打撃カードなんですね。はい、これを持ってるっていうことはヤムチャじゃなくてもこのクリティカル発生率がアップした打撃カードを使えるんですよ。30% 結構高いですね。さらに2カウントなので、うん、ちゃんとコンボを連続ですぐ続ければ、はい、次のカードにもギリギリ、ギリギリ、はい、あ、繋がるんだ、クリティカルが。はい、ユニークアビリティに関しましても、はい、先ほどちょっとお伝えしたクリティカル周りを結構強化する性能になってまして、具体的に何かというと場に出たらまずダメージが 60% アップ、はい、そしてさらにクリティカル発生率が 30% アップ、もうすでにそしてさらにクリティカルダメージが 30% アップ、すごいじゃないですか。そしてまだまだ、自身の手札が3枚以下だった場合、はい、カードをランダムに1枚ドローするという。あ、じゃあ結構引きやすくなるんですね、こっちも。はい、でさらに敵の手札をランダムで1枚破壊するっていう、なんかちょっとやらしいのが多いですねでもちゃんと本人の火力もすごい高いものになってます。いや、そうですね。2つ目のユニークアビリティなんですけれども、はい、キーダメージカット 20% 持ってるので、うん、ある程度ダメージを抑える能力も持ってます。あ、結構食らないですね。なぜかというと、ちょっとこの2つ目のアビリティなんですけれども、敵の攻撃を受けたら発揮するものになってるんですね。はい、なので例えば味方を助けるためのカバーチェンジであったり、はい、そういった形でわざと攻撃を受けに行くっていうことをして、うん、
それをすることによって敵のドラゴンボールをまず減らします。これもしかも発動回数最大2回ですし、はい、さらに敵に非ダメージ 20% アップと、またやらしいことしてきますし、なんかすごいですね。でさらに交代禁止を敵に付与するんですよ。いやでもねちょっと使ってみたいんで、はい、じゃあ次はねちょっとこの2キャラを使ってプレイしてみようと思います。はい、ちょっと今回は、はい、直接ビクトリー内田さんにランチとニャムチャ、あと多分悟空を選びましたよねってい う, もうドラゴンボール編キャラクターのパーティーで挑んでいただければなと思うんですけれども、はい、例えばまず射撃が多いですよね。本当多いで攻撃するたびに、うん、もういろんな能力強化が入って射撃の威力がすごい高くなってくるんですよ。あ、来ましたね。打撃をちょっと使ってみてください。打撃をさらに、はい、打撃を使うと結構演出が可愛らしいんですよ、ランチは。あ、打撃、あ、打撃か、はい、もう蹴りが可愛いっていう確かに蹴り可愛い、蹴り蹴り蹴りって、何これ、こんな可愛かったんでしたっけ。結構可愛いですよね。緑の特殊圧カードを使ってみてください。はい、これを使うとくしゃみをして、まさか味方と交代、早い、交代してきた味方はいろんな強化を得てるので、はい、すぐ攻撃に切り替えることもできるしっていうような演出ですね、うん、でちょうど多分今メインアビリティが溜まってますので、例えばヤムチャのメインアビリティはここでバニッシングゲージとか回復することもできるので、はい、使って、まあ、一旦まず打撃をちょっと使っていただいて、はい、次少し待ったら究極圧カードが入ってきますが、それをフリーザに使うと逆にやられるんですけれども、はい、これがパンツァーファースト、パンツァーファースト。さらにもう効果もちゃんと当たった時にいろんな付与されてますので、結構ただのダメージだけじゃないんですよ。石も投げるし、やっぱ石投げるのハマるな、可愛らしいですよね。今ちょっと例えばランチに切り替えていただいて、はい、メインアビリティを使うともうここで自分のドラゴンボールがなくなるんですよ。え、でさらに今ヤムチャ交代できないじゃないですか。緑を使ってみてください、はい、もう一度緑ヤムチャ待機カウントで交代できなかったにもかかわらず強制的に変えられるという、もう緊急時にも使えるし、これ強制的に出てくるキャラってどういう風に決まるんですか。左 の, ひあの下のキャラクターになってます。あ、下の、常に下のキャラクター、はい、でヤムチャは緑を使うと、はい、まあ、あのハンサムフェイスが流れますね。ちょっといいですか、じゃあキラッとこれ何なのっていう老眼夫婦が打っていいですか。どうぞどうぞ。お、やっぱかっこいいですね、はい、いやもうねこれで完璧にこれヤムチャとランチ理解しましたではもう一度ちょっとバトル開始準備した上で、じゃあ次はガチでやらせていただきます。射撃が地味に痛いんですよ、というかあと自分属性相性が良くないみたいな、あ、やばい、蹴りがいいですよねランチは。拍手、かわいいなこれ、石ー石ー、あーこれやっぱ石投げ、あーやばい、リムのないことしてしまった、もったいない。いやーそれでも結構いきますね。悪の系譜いいですよね、このメタルクーラーの必殺技にかっこいい、すごい好きなんですよ、うん、うえ、こんなクラウンでやばいな。いや、あ、ドラゴンボール奪いましたね今いや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 、やばいランチも硬いな。あ、うおー、めちゃくちゃダメージ入ったんですけどダメだって、強い、いいキャラクターですからね。よし、待って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 、あー待って、いや待ちませんよ、やばいやばいちょっと今一人かけてるんで、結構ランチがやばい、あー、うーな、全然覚えてないよこれ。これは通るんじゃないかな、よし、ちょっと待って予想できない、いや危ない危ない、このフリーザがいるっていうことでも必殺アースカードがたくさん出やすいということで、あー待って、これは行く、行くかーマジか、惜しい、もうちょっとあれなんですよ、ランチ最後の一人になると特殊アースカード持ってるとめちゃくちゃ強い、あーもそれ関係なく強い、おっ最後普通に一発で終わりましたね、あーいやー、さらにランチちなみに、はい、今は分からなかったかもしれませんけれども、はい、
HP の量によって勝利画面変わったりするんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、なんでぜひ皆さん今ギリギリだったのはあの 50% 以下だったのであのパターン、あ、そうなんですね、それ以上だったらっていうような感じでちょっと分かれたりするんですよね、はい、ちょっと地味に悔しいんですけど、いや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 、でもねレジェンドオールスターやっぱ新キャラ強いなっていうのがね、うん、あの実際あの2人は本当前回覚醒にも全然、うん、あのかなうようなキャラクターの性能になってますし、いや本当そうですよね、ダメージが凄まじいだけじゃなくて、うん、味方もサポートするしっていうところで、ドラゴンボール編のパーティー、はい、中でも一番必要だったキャラクターたちなんじゃないかなと思ってます、うん、ドラゴンボール多分本当5、6個削られてますあとあの控えにいても出血でダメージ食らってたりとかも本当にやめてほしいなっていう話です。そう、控えに戻っても続くんですね、はい、でさらにさっき結構、うん、あの流れというとリスク的だったのが、はい、ランチ最後の一人になっても特殊扱いカードあれば避けても避けてもっていうようなキャラクターだったんですよ、ね、狙ったわけではないですけどねたまたまそこは嘘でも狙って狙い通りとか言ってもよかったいやでも最後避けまくろうと思ってました今使っていただいた3人のうちの1人の悟空も無料キャラクターとして手に入ることができるので、そこを含めて今回のガシャ引いた方々ちょっとぜひドラゴンボール編パーティーを試してみてくださいという、はいはい、ドラゴンボールレジェンズ攻略室もうね、俺の方に近づいてきたんですが、はい、ランチとヤムチャ今回レジェンズオールスターガシャで登場しておりますが、はい、ガシャ自体はまあ3月の頭まで続くんですけれども、はい、まあ、2月の21日まで限界突破ブースターのミッションが提供されています。何なのかと言いますと、ヤムチャあるいはランチのいずれかをもう1回でもガシャで獲得すれば、はい、そのミッションを解放することができまして、うん、それを時の結晶2000個で解放することによって、はい、ヤムチャあるいはランチそれぞれに準ずるものを、うん、もう星7まで限界突破させることが、星7まで、あ、厳密に言うと星6までなんですけれども、うん、星71歩手間あと100個デッドパワー100個までっていうようなミッションの内容になってまして、なので例えばそこで星6まで行って、うん、あとはスパーキングメダルであったり、うん、でデッドパワー100個補填することによって、はい、星7まですぐ揃うようなものになってます、うん、いやかなり強化しやすい、すごい強化しやすくなってま す、 てす、ね、新しいキャラクター今だからこそっていうところでもあるんですけれども、うん、1体獲得してプレイヤーの方々、例えばあのお客様、はい、皆さんあの PVP で星を増やして使いたいっていう方にちょうど向いているミッションになってまして、本当、はい、時の結晶2000個10連2回分で確実に星が増やせるというすごいお得なキャンペーンになってますので、はい、今回はレジェンズオールスターで獲得できる、ランチと、ヤムチャでした、ドラゴンボールレジェンズ攻略室でした。それではまたお会いしましょう。またねー。